ぐずり今起きました。ちょっと店内じゃあ店内散策しようと思います。いやーこんな感じですね。見慣れた。狭いっていう人いますけど、私はこれぐらいがこれぐらいが好きです。なんつっても。それでは行きましょうか。鍵は忘れずに置いていきます。あと鍵閉まらないんで財布は。取られたらまずいんで鍵も必要ね。今大阪の湾に入ってるはずです。見る鍵歩道乗ってるんでだいぶ歩き慣れました。ここが7階。富士はまだ人気がないですね。人気がないので歩いてみるとこの時間来たのでトイレに行きます。トイレは何個かあって、例えばシャワールーム付きのトイレ、24時間シャワーを使います。ここは帰り行こう車椅子とも使えるやつですかね。よく考えられた。よく使うのが私の7階のトイレ、何回も紹介している綺麗なトイレです。このトイレはウォシュレット付き、全部ウォシュレットがちゃんと付いてます。小便器も今最新式のやつですね。横にほぐれない。ドライヤーが付いてます。これで女子便所が入れないので、まだ真っ暗。なので、
前にコインロッカーが置いてあって防犯対策ですかね。あと自動販売機、値段は普通に普通の値段。こういう船内だと高そうなイメージですからね、普通に助かります。アルコールはちょっと高いのかな、普通か。充電は充電器、インフォメーションがあって、これ普通のチケットだと空いていれば当日アップグレードができると有料です。食は朝6時から。トランスルーすごく広いです。で、キッズルーム24時間。クマも買います。で、EM センター。不思議と船、ゲームセンターが必ずついてます。で、バイキングのレストラン、夜は普通に食べたんで、朝はバイキング使いたいと思います。値段620円。何時からだっけ、6時から、こちらも6時から。今日見るとこんな感じです。すごく天井が高い。共用部が広く取ってあって、共用部にいる人も結構いますね。人たち。水準はこんな感じ。一晩置いてますんで、カラッカラになってます。誰も入ってません。でシャンプー、リン
スボディーソープ、グラシエのやつが常備されてます。ちょっと船が動いてますんで、波がお風呂が波打ってる。これ入ると僕はなかなか好きなんですけど、ちょっと不思議な感じになります。つこたで入ります。はい、ご飯を食べに行きます。表チケット買っておくと早い。ちょうど開きましたね。620円。
とやんわりうっすら明るくなってきたかな。あと15分もしたそれだけですね。このタオルが意外と欲しかったりする。朝焼けがちょっと見え始めてきたっぽいので外に出てみます。
格好ですね。だとしたら大阪の街か。ケーブルが繋がれます。
スゲーが完了しました。1回で車が出せるまで部屋に戻って待機しようと思います。今日のソーダはすごい上手なので、ほとんど振動なく雪原しました。選挙区が降りましたね。向かいます。今8時21分、7時50分ぐらいに、大阪港に着いて、8時21分なので
大体30分ぐらいですかね、待ちました。ちょっとトラック の出庫に時間がかかったようです。で、これから、また会社の方に戻って仕事していきたいと思いますので、今日はご視聴ありがとうございました。およそ200メートル先、右方向です。近くに到着しました。ご視聴ありがとうございます。